い、今回はストーリーモードの最初のステージフィーネファンタジーをプレイしていきたいと思います。フィーネファンタジー、じゃあいいですか。お願いします。お願いします。早速いきますね。まずはストーリーモードの感じになるかな。こちらが難易度がいろいろあって、ね、これ普通でいいのかな。ノーマルで攻めていく。とりあえずノーマルやってみる。一回ノーマルでね。そうね、そうですね、一回ノーマルでやってみて、うん、じゃあ行きます。それではゲームスタート。お、ストーリーモード。じゃあストーリーがありけり。あー、お前さん、これはトール、ガンナちゃん、エルマ、ルコアさん、みんないるの。これはボイス付きなんですね、ストーリーが。フルボイスですね。フルボイスなのか、それは嬉しいね。素晴らしい。かわいくないじゃん、おしりつかないでちゅ。うん、ルコアさん、ありがとう。あ、ナイスなバディ。バディ。お姉様ですね。トール、説明してもらってもいい？私もまだよくわかっていないのですが、あら、なんか閉じ込められたみたいな、あらすじにもあったもんね。余計わからなくなった。ルコアさん、どうなってるの？トールと言った通りかな。さっきタキヤ君の部屋に入った時に感じたけど、かなり強い呪いが溜まっていたみたいだから。あら、まあ、理由はわからないけど、呪いが暴走して中に取り込まれちゃったみたいな。あら、あら、あら、冷静だね。確かに冷静に分析して。小林さん、なんでルコアさんが言うと信じるんですか？私の方が先に同じこと言っているじゃないですか。あれ、嫉妬してた。どうですか、ピーヤ。はい、残念。かわいいな、かわいいな。かわいくて仕方ないの。パチパチパチ。今、突っ込みたいことはいろいろあるけど、それでどうすれば呪いを解いて外に出られるの？誰かわかる人いる？なんか変わった呪いだから、僕もはっきりとはわからないけど、多分呪いの源を立てばいいんじゃないかな。なるほど、ごっそり。呪いの源ということは、このパソコンの中に強い呪いが感じられる場所があるということだな。バフニール君も熱心に遊んでいるけど。バフニールさんずっとゲームしてる。クリアかな。こうしていけば呪いの効力。なるほどね。あ、呪いを払う系ゲームだ。消し積みに。破壊じゃなくてクリアしないと。破壊したら二度と外に出られないかもしれないし、アフスさんのパソコンが壊れたら後が怖い。優しさ。なんだか面倒ですが、まあいいです。要するにゲームの中に出てくるやつを全部倒せばいいんですよね。その道一緒です。やれやれ、トールに任せるのは危ないな。小林さん、安心してくれ、私も手伝おう。あら、手伝ってくれるの、ね、心強い。ゲーム楽しそう。呪いの杖は弱い気がするけど、なんかのフラグじゃん。なんだ、会議は終了かな。トール、カンナちゃん、エルマ、悪いけど頼むね。任せてください、小林さん。2人ともさっさと行きますよ。始まっていくスタイル。ここでステージを。このね、一番左がフィーネファンタジーということで、じゃあ行きますね。次はこれだね。これもしかして始まる感じですかね。まあ、ついに。ついに。え、ゲームは得意。あ、そう、急に始まるスタイル。あ、やばい。ここが。あ、いいね。すごい。それで打っていく。いいじゃない、いいじゃない。あ、いいですね。え、ゲームはさ、得意なの、若菜。うん、やるのはやるかな。え、でもすごい上手よ。ほんと？うん。え、こういうシューティング系とかは得意です。シューティングはね、あんまりやったことないかも。ほんとね。そう、いい感じよ、いい感じよ。いい感じ、すごい。あ、来た。あ、ダンス。ちょっとじゃあキャラチェンジで。あ、素晴らしい。カンナちゃん、なんか攻撃のさ、仕方もまたキャラによって全然違うね。そうそう、そうですよね。
めっちゃなんかひら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 って飛んでいくね、これかわいい、これ何これ。あ、エルマちゃん、エルマちゃん、おおおお本格派とは本当その名の通り、ね、本当にすごい。ああ、すごい、出ました、出ました、素晴らしい。うわ、ちょっと、あ、だんだんなんかこう、あ、やばい、すごい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 です。どこを見れば、おお、いいじゃない、ドラゴンブレス使わせていただきます。3回までだって使えるんだもんね。そう、いいよ、どんどん打っていこう、どんどん打っていこう、もう確かに。よしよしよし、いいんじゃないですか。後ろの、あ、あ、あ、そんなにはだけないスタイルね。うわね、うん、あ、でもいいんじゃないですか、いい感じ。でも自動でさ、このさ、敵にめがけてさ、なんて噴出してくれるからいいよね。そう、うんうんうん、初心者でもやりやすいかも、うん、こう、あ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 、カンナちゃん、お星様、お星様、お、あ、来た、ボスじゃないの、ボスですね、ボスだ、確かに、あ、本当だ、頭ない、デュラハン、ゲームだと定番といえば定番かな、うん、確かに、かっこいいな、かっこいいな、ちょっと疲れているな。お疲れですか？待っててください。すぐに終わらせます。まだ先は長いからね。呪いもどうなるかわからないし、うん、早く倒した方がいいかも、ね、やっておしまい。ちょっと待て、キッズはどうやってご飯を？まあまあね、確かに確かに、どうやって食べてんだろうね。ね。首から入れてんのかな。こうやってあれなのかな。ああ、始まった。 BGM も変わって、そう、ボス戦って感じの、おお、どうしたらいいんだ、どうしたらいいんだ、やばい、やばい、ちょっと必殺技一回いっちゃおうかな、一回いっちゃおう、あ、いっちゃいましょう、どーん、これは、おお、あ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 、跳ね返っていく、見つけました、アンチを見つけましたね、場所を見つけました、私一番後ろいいね、あ、お、いいですね、お、無敵じゃん、そこのスポットね、いいですね、届くし、なんかイクラみたいなのがめっちゃバカ、確かにイクラも見えてきた、すごい、おー、おー、すごい、いろんなとこを見なくちゃね、あ、あ、いいんじゃない、あ、すごい、第一段階、あと2個、あと2回か、かわしてみろ、かわしてみろ、何を、どうしたらいいの、かわせない、かわせない、ちょっと1回ね、ぶつかっとこう、やばい、かわせないって、あ、もうそれ、あれはやばいね、いや、ね、キャラ変えなくて大丈夫、そうだね、そうだ、確かに、回復させとこう、あう、この分すごいすごいすごい、
このね、プレイ中にピースが落ちてくることがありますっていうのもね、これをね、早く集めたいよね、うん、ファンの人は集めたいね、そうだよ ね、それで一個の映画完成するってことだもん ね、でもすっごい難しそうですよね、それもまた、ね、避けつつピースを集め避けつつゲットって難しそう、どこの下の、やばいやばいやばい、下の画面、下っていうんですかね、背景っていうんですかね、うん、なんかすっごいリアルで確かに、ね、綺麗だよね、グラフィックも繊細で、あ、おお、もう鳥が、あ、いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない、強い、一回ね、あんなちゃんね、強いね、あなた、あなた強いですね、人がいっぱいいる、あー卑怯だよね、あんまり脱いでくれないよねでもなんか、なんかカンナちゃんが脱ぐとちょっとなんか違う、なんかいいのかなって気持ちが親心が働いちゃう、あ、でもなんかだんだん増えてくる玉がね、おう、おう、あ、おお、いいよいいよ、攻めの姿勢、はい、攻めの姿勢、攻めの姿勢、ちょっとこの調子に、あ、交流しないたくない、まだ交流しないたくない、カナちゃんが、カナちゃん、まだ失いたくないのよ、カナちゃん頑張って、頑張って、頑張って、あなたならできる、あなたならできる、おー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 すごい、うん、いいですね、広範囲に、お、お、来たよ、お、いいよ、さっきより残ってるよ、みんなまだ、いいですね、頑張ってね、小林さんも応援してくれてる、頑張ります、頑張れ、あ、ありがとうございます、太もも、太もも、はい、使います、お、大丈夫、なんかあのさ、イクラみたいなやついっぱい飛んでくるところあるよね、ね、さっきのね、あれお花みたいな、なんか筋形になる、おお、おお、攻めの姿勢、あ、この子たちが増えてる、増えてる、この子たちが厄介なんだよね、ね、いろんな攻撃の仕方が、おお、おい、おい、あー、すごいです、あ、すごいです、うん、すごいです、いけそうですね、おお、第2段階ですよ、ああ、あ、かわしてみろ、かわしてみろ、来た、かわしてみろが来ました、殿様頑張って、あ、いいじゃない、いいんじゃない、知ってるね、いいじゃない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 、いけるよこれ、おー、そうね、もう半分超えてますもんね、あ、あともう、よしよしよし、いいよいいよいいよ、もう来たでしょこれは、おーい、早い、追い打ちの、あ、うわー、結構すぐ来る、おーい、よいしょ、赤を示してから結構すぐ来る、よいしょ、おーい、あ、すっごい、え、大丈夫、すごい、すっごい、もうほんとありのまま、うわすごい、うわすごい、ちょっとすごいね、大丈夫ですか